まあ、個人としてはケース券切ってでそのまま移籍してでやっと復帰したところでまた怪我をしてしまったっていうところがあったので。こっからっていう時だったんで、まあ、やっぱり選手も落ち込んでましたし。まあ、チームのみんなにも、君和さんにも、まあ、本当にこう、まあ、迷惑をかけていたなっていうふうにはずっと思ってたので、日常動作、それこそ車の運転もそうだし、箸を持つとか何か右手だったので、まあ、利き手じゃないですか。そこの日常動作に戻すところからなので、彼のシュートのその繊細なもう指の先まで、使ってっていうところでいくと、やっぱり感覚も変わるし。最初のこの可動域としっかり全部使える可動域ではやっぱり飛ぶ飛距離も変わってくるので、まあ、本当その辺は大変だったんじゃないかなと思います。まあ、弱音はそんな吐いてなかったですね。彼はどっちかって言ったら早く戻りたいっていう。まあ、選手だからバスケ好きだからやっぱりそのコートに立ちたいバスケを普通にしたいっていうのがまず第一に多分あったと思うんですけど、試合に出れていない時は、まあ、声を出すことしかチームに貢献できないなっていうふうに思ってたんで、まあ、そこをしっかり積極的にチームメイトに声をかけてやっていましたし。まあ、ちゃんと直したいっていうのがやっぱり選手にもあったので、最後のところでまあなんとか彼がまあいけますっていうことになって、で、まあ、ブレックスでようやく戻れたかなっていう。ブレックス時代に一緒にやっていたチームメイトもたくさんいますし、まあ、本当に今日の試合を楽しみに僕自身してましたし、フルーツっていうところで。ナンバー21、橋本康介入ります。彼が足から復帰した時、もしくは、腕の骨折から、復帰した時は、まあ、やっぱりまた同じような怪我が起こってほしくないなっていう気持ちは、あって、まあ、緊張もしますし、まあ、やっぱりその長いリハビリを経て、まあ、コートに立ってくれてるっていうところでは、まあ、ちょっと嬉しさもあるし、ここでやっぱり、復帰戦で点決めてくれたら、やっぱ嬉しいなっていうのは思いながら。キックアウトした橋本のスリーが来るかどうか。来たー！橋本康介復活のスリーポイント。得点は怪我をしたこのブレックス戦以来583日ぶり。相手がいる状態、まあ、もちろん練習では取り戻せない感覚もありますし、全てにおいて、まあ、ゲームでしか戻せない感覚っていうのは、はい、あります。例えば可動域戻って筋力戻ってもやっぱりこう敵と向き合って、でそこからシュートするっていうのはメンタル的なところの、まあ、ブロックも外した上で試合に行かないとやっぱり本当のパフォーマンスは出せないっていうところもあったので。ここから橋本いった。スリー決まった。まあ自分が決めきることによって他の選手もアタックしやすかったり。テイのところがもっと得点チャンスが生まれたりすると思ってるんで、相乗効果といいますか、はい、お互いにとって良くなってる部分だとは、はい、思います。年下の選手もこう発言するときは遠慮してほしくないですし、やっぱりこうお互いにこう言いやすい環境とか関係性とかまあ傷受けていたらいいなっていうふうには思ってるんで、些細なコミュニケーションでもいいと思ってるんで、やっぱりこうチームが一つになるためにまず集まって試合中でもしゃべる、そういうところからやっていかないとやっぱりチームとして一つになれないと思うんで、小さなことからやっていけたらいいかなっていうふうに感じてます。